ト出地区の最大行事、ト出七夕祭りの夜景。七夕竹飾りの提灯が見られる。同じくト出七夕祭りの夜景。中央の大竹飾りにかんざしが見られる。同じくト出七夕祭りの夜景。七夕竹飾りの本数では日本一の規模を誇る。1929年当時のト出の七夕祭り。当時より、 赤城鎮を多用した飾り付けであったことが伺える。木の下屋古福店前にて、ト出七夕祭りは、例年7月3日から7月7日までの期間に、富山県高岡市ト出地区にて行われる祭りである。日本海側随一の七夕祭り、日本で最も由緒ある七夕祭り、住民手作りのものとしては、日本最大の七夕祭り、 日本一美しい七夕祭りなどと形容される。トイデの七夕飾りは作り手と目的によって以下の三種類に分けられる。この七夕が当地方における本来の七夕である。七夕だけの下部に男の子の名前と武者や金太郎などが書かれた暗丼がついているのが特徴である。郊外地域の家では武者暗丼は飾られない場合も多い。男の子。 特に長男のために七夕を飾る風習は明治時代に高岡を中心にしてこの地方一帯に広まっていたとされる。この七夕は現在でも高岡市域前域で見られるが、戸出地区及び戸出地区に隣接する中田地区で多くそれ以外の地域で七夕を飾る家庭は稀である。中田地区で今でも七夕が多いのは近年まで中田足つき祭りとして、 七夕飾りが街中に飾られていた名残でもある。中田足月祭りは例年7月3日から6日に開催されていた。1968年以前からの旧高岡市域で七夕を飾る過程が少ないのは、1968年に高岡中心市街の七夕祭りが高岡中心商店街の移行で、真夏商戦に合わせて本来の7月7日から8月7日に、 行われるようになったためである。これ以降、高岡七夕祭りは、企業、商店街主体のイベントとなり七夕飾りに、男の子の成長を願うという庶民の七夕文化は、捨てれていった。旧高岡市市域の七夕を飾る過程では7月7日では、なく8月7日に向けて、七夕が制作される。元来は、長男の成長と願って制作されたが、現在では、 次男以降の男の子や女の子を含めた、子供一般のために七夕を飾る家庭も多い。トイデの商店街地域には、七夕祭り最終日の7月7日の夜、長男の生まれた家の七夕の竹を引きずります。習慣があった。7月7日の夜11時過ぎ、その家の七夕飾りを倒して、ちょう電球、大きな飾りを外した後、わっしょい、わっしょいと掛け声をかけながら、 町内を引き回し、そのごたけを、ト出町の東を流れる新川へ投げ込んでいた。このような男の子の成長を願って、七夕を飾る風習は、全国的にも類がなく、二の大七夕と、明治時代よりの伝統が残る一の七夕とが融合した、ト出七夕祭りは、趣深く魅力的な祭りとなっている。町内会、児童クラブなど、大人数によって、 トイデタナ祭りのために制作される七夕である。大七夕の基準を満たす場合は、七夕コンテストの審査対象となる。町内によって異なるが、毎年5月頃より、大七夕向けの飾りの制作が始まる。各町内会役員などがその年の大七夕のデザイン等を企画を行う。緻密さを要求される飾り物は、町内会役員。 および熱狂的七夕フリークなど少人数によって制作され、吹き流しの作成、大竹への飾り付け、大七夕立てなどの作業は、町内の大人数が参加して行う。といで七夕祭りに参加するための七夕である。特にその過程に子供がいない場合であっても七夕飾りが建てられるが、ある。といで七夕祭りにおける、気候伝の例数は少ないが、 男の子のために大きな七夕を飾るのに、大使女の子のためには、気候伝が行われる。右の写真のように針山、針、糸、指抜き立ち挟みなどの裁縫道具、小さな七夕だけ、締め縄を飾り、五神士を備える。展開で旗織りに優れていたとされる職女に、裁縫の上達を願い、ひいては女の子の健やかな成長を祈る。トイデ屋台祭で使用されていた、 ともえ町屋大大社か、一丸、西村正美か、榎本美とといでよいとこまいとし7月6日に、行われる、民謡踊りがい流しの際には、という文字と桜の花びらが図案化された旧、といで町長賞をあしらった浴衣が着用される。ありがとうございます。